面接でよく使う単語とその意味を一緒に覚えていきましょう。面接の場で今からお教えする単語を使ったら、もちろん面接に合格できますし、あなたの日本語レベルはビジネスレベルまでに上がりますので、ぜひ使っていきましょう。入社、会社に入ることです。今年の2月に入社しました。退職、会社を辞めることです。退職はよく面接で聞かれます。例えば、退職理由を教えてください。これは会社を辞めた理由を聞かれてます。私は去年退職しました。転職、今の会社を退職して新しい会社に入ることです。これも面接でよく聞かれます。転職理由を教えてください。これはどうして今の会社を辞めて新しい会社に入りたいのか、その理由を聞かれてます。今の業務内容が私に合っていないので新しい会社に転職したいです。前職、前の会社のことです。前職ではマーケティングのお仕事をしていました。現職、今働いている会社のことです。現職ではエンジニアのお仕事をしています。前職、現職、この単語を使うのが難しかったら、前職は前の会社、現職は今の会社というふうに使うこともできます。担当、行っている仕事のことです。私は自動車部品の設計を担当しております。経験、これまで行ってきた仕事のことです。前職では設計だけでなく様々な経験をしてきました。貢献、会社の役に立つこと。私の5年間の経験で御社に貢献したいと思っております。即戦力、経験があるためすぐに働けること。これまで5年間ずっと働いてきたので即戦力として働けます。活躍する。たくさん活動をして結果を出すことです。御社に入社できれば即戦力として活躍したいです。挑戦。新しくチャレンジすることです。エンジニアだけでなくマネジメントにも挑戦したいです。業務。仕事のこと。入社後は様々な業務に挑戦したいです。専門。特定の分野のことです。私の専攻は機械工学なので即戦力として働けます。以上が面接でよく使う日本語です。これらの単語をぜひ面接で使ってみましょう。きっと面接官の反応も、おお、そういう単語知ってるんだ。やるねー。N2 を持ってなくてもN2 と同じような日本語レベルで会話をすることができるワードマジックです。就職や転職の場と日常会話での単語は全く違うじゃないですか。面接では多くのビジネス日本語が使われます。これらの単語を面接で使うことはおすすめはしますが、無理に使わないように気をつけてくださいね。無理に使いすぎると逆に変な日本語になりますので気をつけ遊ばせ。面接を成功させるポイントなんだか知ってますか？それは結論、何度も練習することです。何度も、何十回も、何百回も。私の場合、面接の前に1万回ぐらい練習しました。それでもダメでした。皆さんは違いますので、2万回しましょう。面接官の質問に前もってどういう答えを伝えたいかという準備も大事ですので、しっかりと対策と準備をしておきましょう。面接で自分のことを伝えられないと、たとえあなたに10年間の経験があって、マネジメント力もあるのに、それをアピールする方法は日本語、言葉でしかないんですよ。なので、
スキルがあってもそれを伝えることができなかったらもったいない。もったいないです。宝の持ち腐れになっちゃいますので、しっかりとその経験を相手に伝えることで面接に合格できます。なので、しっかりとこのワードマジックを使いましょう。